ダービーマッチ日本のダービーマッチ中部日本横断シリーズ川中島ダービー川中島ダービーはかつて戦国時代において海の国武田信玄と越後国上杉謙信が品濃国で行われた川中島の戦いになぞらえ日本プロサッカーリーグバンフォーレ甲府とアルビレックス新潟が対戦する試合のことを指す甲府と新潟の対戦は新潟が QJFL に参入した1998年から実施されているが、試合会場が互いのホームグラウンドであったため、川中島を意識するようなことは皆無であった。しかし2003年に、甲府側が長野県側からサポーターを獲得しようと、サンプロアルウィーンで試合を行うことになり、海と越後がシナノで対戦するという川中島の合戦とほぼ同じ、環境が整ったこと。 また、甲府側が、平成の川中島合戦と銘打って大々的に、PR をしたことからこの名前が使われるようになった。試合前には、武田方と上杉方に分かれて、甲冑を着た武将が戦うなど様々なイベントが行われている。また、松本平広域公演総合球技場での試合は、基本的に、甲府側の主催試合であったが、新潟側も電化ウィックスワンスタジアムで、 川中島合戦を意識した PR を行っている。なお、サンプロアルウィンでの対戦は2003年と2006年のみである。2007年以降は同一リビジョンであっても、甲府のホームゲームは山梨中銀スタジアムで行われ、サンプロアルウィンでの試合は行われなかった。新潟市陸上競技場はホームグラウンド登録されているが、現在トップチームでの試合では使用されていない。 2003年に松本平広域公園総合球技場で開催されたことを契機に松本市をホームタウンとする山宮美サッカークラブが J リーグを目指すことになり2004年に特定非営利活動法人アルウィンスポーツプロジェクトが設立され翌2005年に松本山が FC に解消2010年に株式会社松本山賀がが 運営母体となり J リーグ準加盟が承認され、2012年より晴れて J リーグ参入を果たしている。2012年に松本山川交付と同一カテゴリーとなり、更新ダービーという新たなダービーマッチが誕生している。なお、川中島はアルウィンのある松本市ではなく長野市にあるが、長野市には J リーグの定める企画のスタジアムが存在していなかった。 しかし、2015年、川中島から近い位置にある、南長野運動公演総合球技場が改修され、J リーグ企画のスタジアムとなった。同市には、J3 に参加している AC 長野パルセイロが存在しており、南長野運動公演総合球技場は、パルセイロのホームスタジアムとなるため、長野市での開催は困難である。AB 外勢 H5 勢市なので対決 J1。 第7節甲府 VS2 型4.8松本決戦。ありがとうございます。